折り鶴放火事件は、大阪府東大阪市に住む関西学院大学の男子学生が2003年8月1日、広島県広島市中区の広島平和、記念公園内にある原爆のこの像に捧げられていた約14万羽の折り鶴に放火した事件。2003年8月1日、原爆のこの像周辺に保管されていた折り鶴が燃えているのを通行人が発見、通報。 広島県警察広島中央警察署の捜査により、防犯カメラに映っていた関西学院大学の4年生男子が、器物損壊容疑で逮捕され、一緒にいた友人2人も、口頭で厳重注意を受けた。大学側は会見で陳謝した。犯人の男子学生は同日早朝から友人と、広島市周辺を旅行中であった。大学で留年し、就職できずむしゃくしゃしていたことが、 事件の動機であったという。翌8月2日、関西学院大学学長が、広島市を訪れ、秋葉忠都市市長らに謝罪。8月6日には事件を知った、同大学の在校生や卒業生、教職員によっておられた折り鶴9万千話を、大学関係者が持参し、謝罪した。その後、男子学生は釈放され、罰金30万円の略式命令。 現場施設の復旧費340万円を請求されるが深く反省しているとして退学を免れた。720人が平和学学部、漢学大、ズ鶴放課で講座、四国新聞社、2021年8月5日閲覧、ABC ズ鶴放課の大学生逮捕14万は、消失中国新聞、2003年8月2日。ありがとうございます。